催しております。皆様ぜひ会場の方にお立ち寄りください。さあこちら福島フェスタでは福島県が主催となりまして、福島県内市町村と一緒に復興へ向けて挑戦を続ける福島県の元気な姿のアピールと福島県産品などの販売を行い、風評払拭、風化防止を図っております。昨日からこちら開催しておりまして、本日最終日となっております。夕方5時までの開催です。福島県内の総勢43の団体市町村の出店でこの会場を盛り上げております。皆様ぜひお立ち寄りください。そして申し遅れましたが、私たちは福島県からやってまいりました観光 PR 隊のハッピー福島隊と申します。ここからのお時間は私たちハッピー福島隊のパフォーマンスお届けいたします。福島県の魅力を歌とダンスで皆様にお届けいたします。それでは早速この曲から参りましょう。ミュージックスタート。福島フェスタお越しください。福島県のハッピーをお届けするこの曲からお届けいたします。ハッピーアイランド福島。花花、地球が喜んでるみたい。過ぎたでしょ、うまいものあるよ。 So happy、 おいしい地酒を飲み比べほろ酔い気分です。 So happy、 夢ぞりはいかが、ゆったりほっこり。 So happyという大河に身を委ね浸る。 So happy、 360度大自然でっかく遊ぼう。 So happy、 心尽くしのおもてなし、福島が大好き。 So happyそして福
島の美味しい食の魅力をお届けしております、メイと申します。よろしくお願いいたします。さあ、我々このように歌やダンスなどのパフォーマンスを通して福島の花、食、温泉、酒、祭り、歴史、自然、この7つの魅力を世界中に発信している観光 PR 隊でございます。上野公園にて開催しております福島フェスタ、皆様もう会場の方はご覧いただけましたでしょうか。いや、この会場にはですね、福島県の魅力が大大大集合しておりまして、県内の43のブースを出展しております。たくさんあってね、どのブース身をか迷っちゃうっていう方のためにここで簡単におすすめをご紹介していきたいと思います。善くんからお願いします。はい、かしこまりました。で、皆さん暑いですね。いやー、こういう時はね、冷たい飲み物を飲むのに限るんでございますよ。はい、はい、ね、先ほどね、私ちょっといただいてきたんですけれども、玉川村の猿なしのサイダー、はーい、こちらがですね、8月にできた新商品ということで、早速私いただいてまいりました。猿なしというのはですね、あの木の実、見た目はなし、キウイのようなね、小さなキウイのような、そうですね、キウイの、まあ、原種と言われている、果物なんですけれども、こちらをジュースにしたものに、サイダー、なんで炭酸が入ったね、この暑さにはぴったりの飲み物となっております。そしてですね、あの玉川村さんで、あのお買い物をしていただきますとですね、なんとあのお米もらえるらしくてですねこれコシヒカリなんですけれども、あの中通りのコシヒカリといえばですよ、あの全国 あのお米の食味ランキングで特 A 取るほどの美味しいお米でございますので、あのこちらもね、ぜひお立ち寄りいただきたいです。他のソフトドリンク以外にもですね、田村市さんのクラフトビールであるとか、あの北方の、地酒であるとか、試飲もやっておりますので、そちらの方もぜひぜひお見逃しなくご利用ください。はい、じゃあ花ちゃんの方は何かおすすめございますか。はい、私からは美味しい食べ物の他にもさまざまな体験ができるということで、ご紹介しますのは、南会津のブースの方にて会津の縁起物起き上がりこぼしの絵付け体験が無料でできます。見える見えますか皆さん。でこんな感じでミニサイズの可愛らしい起き上がりこぼしに自由に絵付けができるという体験を行っております。このようにお顔を描いていただいても構いませんし、好きなキャラクターなどをイメージして描いていただいても構いませんので、オリジナルのものを絵付けしていただいて、お持ち帰りいただきたいと思います。こちら無料で行っております。はい、南会津のブースはこちら右手の方にございます。そしてですね、福島県は浜通りにありますアクアマリン福島というブースもございまして、福島県の潮目の海をテーマに、楽しく海のことが学べる環境水族館なんですけれども、そんなアクアマリン福島のブースの方では、はいはい、じゃじゃん、これも見えますかね、このフェイスシールをやってます。逆でしたね、ちょっと見えにくいかもしれませんが、こんな福島県沖で取れる、これはカツオですね、カツオの可愛いフェイスシールを無料で貼ってます。他にもサンマなどもございますので、お好きなものを買っていただければと思います。こちらも無料で行っております。あとアクアマリン福島のブース、こちら左手進んだところにございますので、ぜひそちらもお立ち寄りください。美味しいものから様々な体験まで盛りだくさんの福島フェスタです。ぜひぜひお立ち寄りいただきたいと思います。そして最後にまいちゃんからからお知らせがございます、はい、さあ今回の福島フェスタ、福島県から総勢43の市町村そして団体が出展をしております。それぞれのブースで300円以上のお買い物、もしくは SNS をフォローしていただいたり、アンケートにお答えいただいたり、あとはなちんが紹介してくれた体験コーナーの体験でもガラポン抽選券というのをお配りしております。そのガラポン抽選券はですね、向かって右側、福島県広報課のブースで福島県の特産品が当たるガラポンの抽選券なんです。お買い物していただいて、体験していただいて、アンケートに答えて SNS をフォローしていただければ、もうそれだけで4枚もらえるので、全てのブースを回っていただければ42枚もらえます。一つはね、広報課のブースだからね、42枚はもらえますよ。ぜひたくさんのブースごゆっくり見て、福島の魅力に触れていただきたいと思います。さあ、福
島県は全国で3番目に広い県なんです。だから各地によって魅力もたくさんあります。お次はそんな伝えきれない福島の魅力見どころを楽しい歌でみんなに紹介していきたいと思います。さあそれでは暑いですが元気いっぱい参りましょう。福島見どころソングで福島満開の島、見どころ盛りだくさんの福島フェスタを浜通り、中通り、会津の3つに分けてご紹介いたします。まずは東に太平洋を望む浜通り。 B1 グランプリ優勝、浪江焼きそば。千年の時をかける相馬の舞。希望をかける走りごま、大堀相馬焼き。そして南北を彩る花街道、中通り。甘くて大きい伊達市の美味しい巨峰。玉川村の猿なし。国内最大級の菊の祭典、二本松の菊人形。そして福島県の西部、歴史と伝統の息づく会津。日本一の生産地、昭和村の美しい霞荘。ご飯にもお酒にもぴったり、喜多方市ののれん漬け。只見町名物、美味しいマトンケバブ。さあ浜中、会津、福島の魅力盛りだくさんの福島フェスタに金星トランショー来てくんちぇ。どうぞお越しください。旅しよう明日の福島、自然歴史グルメはいつか日本最高の笑顔、5時。